こんにちは、無課金の衆です。今日でねログイン10日目なんだよね。だからログイン10日目ボーナスもらえたんで、これ魔法石何個か知ってます？10日目ってちょっと見てみようか。10個とかなのかな、10日目だから。みんな前足きね、5連ガチャ引いたんだよね。まああんまいいキャラ当たんなかったんだけど、それのあれだね、報酬のノエルドラゴンだね。ノエルドラゴンからこの生まれる演出、でもお前かよ全員。三つ子でした。5等分の緑でした。では、私、今日どこ行こうかなと思ったんだけど、やっぱり、オーディンドラゴンをどうしても進化させないといけないことに気づいた、気候上勝つには。で、この子の進化素材で、あれがいるんですよね。ガイアドラゴンの奇跡。で、ガイアドラゴンの奇跡が、ドラゴンラッシュで落ちますよって言われて、ドラゴンラッシュないなと思ったんだけど、確かマルチで常設であったんじゃないかなと思って、ここにあったよね。あった、ここで落ちたはず。なんで取りに行くか、多分ここが一番取れるんじゃないかな。闘技場3とかでも出るんだけど、5分の1でしかも確定じゃないんだよね。だからここだと6階層だし、やり直しもできると思う。で、私新パーティー作ってきたね。ガチャは引いてないんだけど、まずレイラン。レイランにバインド武器。これはいつも通りだね。で、この子作ってきたね。この子ドロップするんだよね。ドロップモンスターで、あれなんですよ。無効貫通スキルなんだよね、スキルが。ドロップのロックを解除し、火を、水を火に変化。2ターンの間ダメージ無効貫通。で、結構ありなんだよね、無効貫通キャラで。で、ラクシュミーは、あれだね。追撃用で入れたね。で、サクヤ。で、イナ。イナにダメージ吸収つけてるね。毒耐性がないんだよね。暗闇耐性は、一応、うわぁこういうのなんて言うんだっけ、地雷とかよく言葉あるけど、でも私もふざけてるわけじゃないんですよ。本気でやってこれなんだよね。部屋を作ろうか。これなら入ってくる人がいるもんね。さあみんな部屋を公開しよう。来てくれるかな。来ないな。お、あー嫌だったんだね、ごめんね。おお、あーやっぱみんな嫌なんだ私やるの。これが現状なんだ今の。始めた人の最強の名のもとに、かなさん、やろうよドラゴン。お、メンマコさん来た。いや、なんだね。ごめんね、弱くて。チュー、弱くて、ごめん。弱すぎすぎすぎ、ごめん。頼むよ。やってくだ、お頼むよ。最強の名のもとにさん、優しいね。私はやってくれるんだね。やっぱ最強だからやってあげてもいいよ、みたいな。ありがとね。ちょ、待って、今日ガイドラゴンの奇跡でオーディンの素材を集める回なのに、マルチで当たるか当たんないかの回になってんじゃん。頼む、当たって。お、せっかく入ってきてくれたけど弱そうって言うとあれだけど、すげえパーティーだな。お前が言うなって言われるかもしれないけど、さあ来たよ、任して。みんなせっかく入ってきてくれたから、足は引っ張らない。足は引っ張りません。ここで、みんな、私も見た目だけで判断してるよね。結構いいパーティーなんだよ。無効貫通もあるし、ダメージ吸収もあるし。毒耐性と暗闇はないけど。あ、ナイスくれた、ありがとうね、五条先生。やっぱ最強の名のもとにだから、優しいんだね。なんか五条先生余裕ありそうだもんね、心に。セブンザードも実は欲しいの。これも、必要なの実は。やべ、こいつ毒作るわ。ごめんなさい。ごめんね。なんだろうこれ。この人の電話番号とかかな。すげえ、今の時代、マシン確か、あれ、この子マルチブースト持ってなかったっけ。あれ、一個も持ってない。なんかマシンアテナってマルチのイメージだけどね。あ、でもリーダースキルがあれだわ。マルチタイプの HP と攻撃4倍、マルチプレイ時攻撃2倍。いいよな、こういうパーティー。私こういうパーティーすげえ好きよ。なんか自分の好きな、おい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 、
激アツファンタスティックエブリデイなんだけど、このパズル。こういう、しかも十字のあれないけど、いける？みんな21億出てるわ。こういう愛があるパーティー、私大好きなんだよね。まあ普通に使ってる人が別に愛がないって言ってるわけじゃないんだけど、でも五条先生とかも多分すごい好きなんだろうね、呪術廻戦。色要因でこの人を入れてると。五条先生がこのね、闇と、水と、火が必要なんだよね。で、五条先生だけで組むと、色がなくなっちゃうんですよ。だから闇と水が欲しくて、あ、待って、セブンザード落ちてた？九州はいるわ、時に。任して任して任して。これ、悟る遅延されんじゃないかな。いや、悟る全員遅延振ってるわ。いや、ここね、対策してきたの、私。本当に頑張った。本当。これなんでこのキャラ持ってるかっていうと、まあ、動画で聞いたからあれなんだけど、わかると人はわかると思うんだけど、無料ガチャで出たんだよね。あ、ちょっとずれてんな。ストリートファイターコラボ無料ガチャ。これでダメージ吸収当たるんだよね。あ、みんなすげえナイスくれる。この次かな、ガイアドラゴン出る可能性。頼む、ガイアドラゴン出てほしいな。この人すごいよね。あ、見て、このパーティー光が引く必要なんだよね。で、リーダーの方だけ副属性で光あるね。お、いいね。こういうパスも私大好き。こう自分が多分パズルしても向こうに引っかかるんだと思う。だから、やっても無駄っていうか、パーティー的に多分ダメなんだと思う。だから、パスするのガチ好き、こういうプレイング。うわー、ブラックボディ。まあ、全然いいでしょう。じゃあ私、ここパスだね。何もできん。もうダメージ吸収一回使っちゃったからね。まあ、出なかったか。でも5分の1だからね、最後出る確率。まあ、単純計算で5回に1回は出るから。んー、でもあれか。あれ、でもお、すごい、ダメージ吸収今なんかのスキル使ったんだ。確定ドロップじゃなかった気がするんだよね。これ、落ちてほしいね。こいつがドロップするなら、この人のパズルなんか、豊かすぎなんだけど、ガチで。おお、うまっ。面白すぎだろ。この人、すげえ、なんか楽しみすぎ。楽しんでる感がすごいな。みんなありがとね。あ、今ドロップしたよね。ランクもめっちゃ上がる。あ、これスタミナ回復しなくていいじゃん、負けなかったら。無限にダンジョンで。今あれかと思ったわ。セブンザードかと思ったわ。まあ、基本初ゲットだよね。いや、落ちんのでかいわ、これ。ドロップ率がいいことの証明になるかもしれない。これ武器何になるんだっけ？あー、操作時間2秒延長とかだわ。大してあれだわ。連戦しようよ、みんな。あー。じゃあもう一回部屋作ってくるわ。あ、でも見て、レアって書いてない。ほら。だから多分、出れば落ちるわ。いや、昨日ね、私ね、なんかノーマルダンジョンにね、なんだっけな、グリーンコドラみたいのが落ちるんだよね。で、1時間半ぐらい周回して、やっと落ちたね。なんか降臨で落ちやすいダンジョンがあるんだけど、その降臨来てなくて、リンシアの進化素材とか、オーディンドラゴンの進化素材に、そのグリーンコドラの進化系のなんだっけ、ジェネレイトアースドラゴンみたいのが必要なんだよね。だから今取れるのがそこしかなくて、めっちゃノーマダン周回してたね。今この話してる時に入ってきてくれんじゃないかなと思ってすげえ話したんだけど、頼む、さっきの最強の人とすごいアテナの素晴らしい方、入ってきてほしいな。ちょ、水飲んで待ってるわ。と思ったけど部屋公開してね。そりゃそうだよね。ごめんなさい。ちょっと文句言いそうになりました。すいませんでした、本当に。部屋も公開してないのに。でもいいパーティーだよね。よく作ったなと思う。これ魔剣士がいい味出してるよね。無効貫通してくれるの。しかも動くしね。まあ、スキルもね、最大までできなかったんだけど、この子のスキル上げって P でしかできないんじゃないかな。お、みんな入ってきた。うわぁ。このアテナの人マジで、ありがたい。助けられてます。ガチで。なゆたさんがいいね押さないと入れないんだよね。うわ、なゆたさんもガチガチのパーティー、そう見ると私のパーティー汚ねえな。レベル101、111、最大112、103。やっぱ嫌なんだね。私とやるの。
優しいな。この人名前なんつる？アテナスペシャルくんにしようか。いやー、アテナスペシャルくん。あ、カさんさっき抜けた人だね。やっぱ抜けるんだね。あ、鬼がかりさん来たね。頼む！わざきそんな足引っ張ってないから！見た目で人を判断しないで！いけ！いけ！いけ！くそが！くそが！いや、でも、5回に1回出るから、もう今、お！まさ、名前ぐらい読ませてくれ！本当に！あと、確率通りで言うと、あと4回あれば出るからね。あと4回ですよ。いや、アテナスペシャルくんの継承見ようか。あー、ウルバリン武器だね。マーベルコラボの。で、左から2番目が、あー、ジョイラ武器だね。雲とスキブ。いいね。覚醒無効回復できる。お！誰が敗北者じゃ。行くぞ。あー、欠損か。欠損してるときは、まあ、レイラン使っていいかな。ほら、私もね、ちゃんと皆さんいけるんですよ、本当に。すぐいなくなってる方たち。聞いてます本当に。さあ、いいよ。これで飛ばす。さあ、アテナスペシャルの方だね。みんな周回パー、セブンザード熱いわ。頼む、落ちてくれ。あ、ごめんね。これ、あれじゃない？再放送じゃない？もしや。ジン使うでしょ。うわ、再放送始まってるみんな。でもあるのかなこれ。テーブルっていうのかな、その、出る敵が同じタイミングになったみたいな。だからもし同じタイミングの可能。面白すぎだろ、パズル。どんだけ楽しませてくれんの、アテナスペシャルくん。見た目でも楽しませて、パズルでも楽しませる？いいなぁ。なんかガチでパズドラ好きなんだな、みたいな伝わるよね、この人。さ、この人は多分周回パーティーだから、もう何も恐れることがない。まあ、一つ恐れるとすると、私がぐだって怒られないか心配だね。あれ、今落ちてたっけあの子。さあ、根性くんな。あー、これきついんだよね。お、でもすごい。継承の関係であれだ。わ、欠損してるわ。この子あれなんだよね。一応全色作ってくれるんだよね。火、水、木、光、回復。だから欠損の恐れ今ないなと思ったけど、ロックされてて。欠損してたね。これやばいね、私。もう変換出せるあれがないんだよね。まあ、最悪火は作れるんだよね、魔剣士で。魔剣士が、あ、でも昨夜で作れるか。あ、そう考えると私あれだな。3回回ってきて全部。3回とも。欠損の恐れないな。レイラン、レイラン、昨夜の3枚あるから。うわ、しかも、あれだね。ソティプス武器がいい出し、してるね。あれ？この人は、向こう、ないのかな？もう込めて。あ、もう込めて。いいですね。頼む！出てほしい！ガイアドラゴン。5分の1。なるほどね。いやー、これは変にいかない方がいいんじゃないかな、光吸収だから。ね。さっきこの方あれ持ってたんだよね、ダメージ吸収と属性吸収。いや、ここで私は変に出しゃばって、吸収されて、なんかぐだるより、普通に任せた方がいいんじゃないかなと思って。さあ、これあれだったらいいのかな。もう一回出たキャラは出ないみたいな。まあ、このダンジョンあれかもしれないけど、そういうダンジョンあってもいいかもね。なんか、天井って言うんだっけ？確率は収束するみたいな。そしたらね。おー、今の指外れたんじゃねえのかよ！ガチでか、完璧なんだけど！面白いなぁ。だってマルチはね、なんかアテナスペシャルくんは絶対行ってくれるから、安心だね。あと一人集めるだけよ。お、何落ちた？あ、セブンザード落ちてないんだ。くっそー、セブンザード落ちればね、セブンザードはね、確かね、降臨で常設してるんだよね。だから、いつでも、
行こうと思えば取れるはずだから、まあ、正直セブンザードは回復しようか。あれか、ランク上がってスタミナ回復しなかったっけ。さあ、いやでもアテナスペシャルくんもういなくなっちゃったかな。みんな言ってなかったけど、ラクシュミーがね、水以外から回復を5個生成なんですよ。つまりどういうことかっていうと、あ、アテナスペシャルの方入ってきてくれた。レイラン使った後にラクシュミー使うと5個出せるんだよね、あれが、回復が。で、何の意味があるかっていうと、根性の敵出た場合すごい役立つの。そのレイランって三色人で追撃できないんだよね、リーダースキル的にも。だからラクシュミね、なんかパーティー紹介でさらっとしか言ってなかったけど、かなり相性良くて、その追撃打つ点では。あー、セブンザード出ないか。まあまあメインはガイアドラゴンだからね。この人あれだよね、なんか毎回同じルートじゃないよね、なんか時によって変えてるみたいな。すごいよね、これ個数とか多分今数えてんのかな。回復が10個で光が9個でみたいな。あ、じゃあこういう組み方しようみたいな。なんかガチすごいよ、こういう人ってすごいよね。すごっ、そこで十字、すごっ、ガチすごい方じゃん。これちょっと頭いいとかなのかな、なんかぷよぷよとかめっちゃうまそう、偏見かな。すげえ。でも関心って言うと上からだな。赤サタナさん。すげえって感じ。あ、やっぱみんなこうやって周回ずらすだけなんだね。だから、好きみたいなお茶目パーティーだと、お前、峠降らすんじゃねえよ。おい、やめろよ。どうしようかな。これ、ジャキジャキジャキジョキになるから、レイラン使って、あ、はい。もう、私はジャキジャキしません。これでいけるはずだね。アテナの人あれなんだよ、定期的にワチキンナイスくれるんだよね。いや、これアテナの人パスするのかな、多分パスすると思う。あー、すごいナイスくれる。あ、いよ。さあ、フレームアーマー。確かでかい先生かな、でかい先生飛んできて、耐えれるかな、ワチキン。あ、全然余裕だわ。アテナの人はもうパスするね、これは。もう習慣づいてるわ。朝起きたら、やばいじゃん、これ、ジャキ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 。でも、回復力上がってるわ。ディアラでしたね。ディアラが確か回復力上げてくれる。これはちょっと精神揺さぶられるね。ジャキ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 されると。え、これパズルガチしづらいと思う。これはさすがの。え、ちょっと心乱れたんじゃないかな。別にあれか。火力出るからそんな、ちゃんとしたパズルする。まあ、まあ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 。3回目だね。まあ、ここは、普通に、倒してもらおうか。なんだろう、光属性、なんか火属性だとシバドラ周回で、木だとこのゲルググでしたっけ。おつけ、でも覚醒させてない。で、水だとなんだろう、光だとあれだよね、アーニャの、なんだっけ、先生の名前忘れちゃったけど。お、あー、これか。でもいずれセブンザードも落ちそうだな。いいね、どんどん素材が集まっとく。なんか、いずれ使いそうじゃない？でもやっぱボスあれだ、確定ドロップだ。だから全然希望がある。で、水属性だとこれなんかあったっけ？ホンダさんとかでしたっけ？エドモンド、ホンダみたいな。で、部屋を公開して、で、アーテナの方入ってきてくれるから、まあ、そうか、もう、実質二人はもう確定してるね、この部屋。お！あー、やはり。いや、でもね、入る速度がいつも高速じゃないからね、いつか、この人と、別れる時が来るかもしんない。光吸収やめて。闇か引く。オッケー。いや、待って、これ。やばい。みんな、イナの副属性見て。闇なんだよね。で、これ最終的に攻撃飛ぶ色が闇なんだよね。これ闇消えるとやばい。ガチみんなに迷惑。オッケー、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 オッケー。これ、主属性から副属性飛んでくんだよね。で、副属性の左から右に行くんだよ。で、副属性の最後が闇なんだよね。闇消えると絶対最後吸収されちゃうの。あぶねえ。あ、で、闇だとこれか。さっきの周回の話になると、ブラックさん？
ブラックさんだね。この子スキルマ何ターンなんだろう。こんな5体もいるのかな。え、これリンシアドロップする？え、リンシアも実は欲しいんだよね。これ覚醒無効持ってらっしゃるのか。ああ、そうか、ジョイラーいたもんね。え、リンシアこれ強欲で言うと、進化後ドロップしてほしいんだけど、あ、進化前でも最悪、全最悪っていうか全然いい。そう、実はもう一体リンシア欲しかったんだよね。リンシアのスキル上げがね、リンシア降臨来ないと上げれなくて、前回リンシアね、16体ぐらい集めて進化させたんだよね。うますぎだろ、うますぎだろ。だから今回もそうしたいんだけど、やっぱ常設じゃないからね。さあ、あ、これアテナの人きついね。さすがに遅延されると、さすがにきついと思う。お、しかもなんか毒なくしてくれた、ありがたい。うん、これでいいかな。さあ、そろそろ、まあでもまだ4回目だもんね。まあ全然、これが15回ぐらいで出なかったら、わちくもさすがに、ってなるけど。で、これちょっと多分、アテナの人きついんじゃないかな、遅延されたから。アテナのスキルがね、昔は泥強だったね。なんか今もう情報修正で知らなくなってるかもしれないけど。ぶっ飛びなー。さあ、行ってもら、お、まあ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 。弾いて !OK! これはあちきなら弾けないからね。パスでいいですよ、あちきに。多分無理でしょ、これ。あ、全然いいですよ。ね、遅延は正直しょうがないよね。しかもあいつ遅延のターンが確かに結構重いんだよね。何ターン遅延だっけ ?5 ターンぐらいしてくんだよね。結構遅延振っててもどうしようもないみたいなのも全然あるんだよね。さあ、いいぞ、アチキシ。あぶね、根性見てなかった。根性あってたの負けてたわ。私結構やっちゃうんだよね、根性見ない問題。来い、ガイアドラゴン来い、お願い、もうそろそろ来ていいよ。お前さあ、お前出すぎだからね、マジで。いや、うますぎね。何パターンあるの？いや、パターンがありすぎない？この人。さあ、この人遅延されたからしょうがないね。これは決めるわ。これ打って、レイラン打って、やっぱダメージ吸収スキルね。欲しいよね。もうパスロあれだよね、ログイン。なんか、初回報酬、ログイン初日報酬でダメージ吸収、属性吸収、覚醒無効回復の、ギミック一段セットみたいに欲しいよね。さあ、4周目でまだ出ない。でも確定ドロップっていうのがありがたいわ。お、いいね、ゼロオグ。いや、このドラゴンたちさっきも言ったけど、お、連戦できる？お、すごい！連戦してくれてる。で、あの子入ってくるもんね。お！は！いなくなっちゃった！すごい！ウルトラマンパーティーだ！うわ、メリディオ、ナリス、懐かしい！あのアテナの人いなくなっちゃった。いて、これ多分、周期っていうのかな？ずっと入ってくれるタイミングがあるから、そこをね、ずれると多分もう、会えないんじゃないかな。いや、でもそろそろ出てほしいわ。いいぞ。で、セブンザードだね。じゃあ、セブンザード来てほしいね。いいね。頼む。落としてくれ、ウルトラマン。ごめんなさい。ごめんなさい。毒作っちゃってごめんなさい。名前が適当だな。お！私、ウルトラマンあんまわかんないんだよね。その性能ね。あと顔もね、結構みんな似ててわかんないんだよな。落ちろ！結構しぶといね。なかなか落ちてくれない。これお邪魔が降ってこなかったっけ？それはスキルか。なんかガイノートのスキルがお邪魔を作るんだよね。だからなんか勝手にお邪魔のイメージだわ。すげえ、こんな変身の姿になるんだ。激しすぎだろ激しすぎだろ、初回から。あ、水ずれてますよ。水ずれてますよ。あー、これ水ずれてるボタン欲しい。あー、
これなんで水ずれてるボタンねえんだよ、パズドラに。でも10個も出たからいけるね、これは。オッケー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 。あれか。あ、でもあれか、5色でリーダースキルの倍率出るけど、10コンボ強化の暴力とかで、あ、てか今決まってた色。なんか決まっちゃうかな。で、これ、あ、どうした、なんかラグいぞ。応答がない。ウルトラマン、これ3分時間切れたんじゃない？ウルトラマンって3分しか起動できないんじゃなかったっけ？うわ、その説あるな。多分家帰る時間なんだ。門限とかだ、門限。お前かよ。お前かよ、いなくなるの。ウルトラマンいてくれてる。さあ、無課金の衆来たね。無課金の衆、これ打って。やばい、危ね。今、持つドロップミスるとこあった。さあ、いいぞ。こっち来ねえ。課金してるいつものアカウントあるじゃないですか。あれでランダンやったんだよね。で、一応、なんか、圏内っていうか、王冠圏内みたいなとこ入ったんだけど、こっちでやろうかなと思って。一応あっちでもうパズルというか、立ち回り、固定牌なんだよね。だから決まった立ち回りがあって、まあこっちのアカウントでも全然できるんだけど、どうしようかな。報酬がね、もらえるんだけど、その頃には気候上もクリアしてると思うから、さあ、お願いします。そろそろ来てほしいな。これ4周目でしたっけ？ 5 周目か。まあ、確率通りで言うともう来てもいいぐらいだよね。あ、すごい。無効貫通と思ったけど、スキルで使ったのか。さっきも言ったけどね、私、ウルトラマンのスキル全然わかんないんだよね。みんな似た顔でね、区別がつかなくて。来い！うわー、お前ら双子しかいねえのかよ、このダンジョン。さあ、無効貼られる。あー、これパスでいいですかね。ちょうど、水吸収じゃないもんね。お願いできますか？あの方。いけ、あーすいません。ありがとう。あ、すげえ。これ Z 向けに作るんだっけ？しかもちょうどまだ向こうも効いてるね、スキルで。あーすいません。ありがとうございます。助かりました。あ、しかも落ちこ、あれ落ちこんない。落ちこんなしバッチとかあるのかな？さあ、もう一回行こう。次6回目か。お！また巡り合いと、あとショーターも来たね。行きます。さあ。そろそろ落ちる時期でしょう。ちょ、10回ぐらい動画にしようかな。これで落ち上がったらもう動画外で撮ってこい、動画外撮ってこようかな。さあ、行きます。無課金の衆。いや、ちくちゃ、もう強欲に行ってるからね。もうなんかここまで周回したなら、セブンザードもドロップしてほしくなってきたね。セブンザードドロップ率低いんだね。ボス固定っていうのがマジありがたいわ。来い、セブンザード。いいじゃん。これもあれだね。セブンザード取って、ガイアドラゴン取って、今日の任務クリアみたいな。セブンザードの進化ってどうやるんだろう？めんどくさいかな。で、昔のダンジョンだもんね。昔のダンジョンは比較的リットとかで、素材は手に入りやすい。今のダンジョンモンスターを使うんだよね。私の音楽、好き？普通だよ。だからね、モンスターはやっぱ取りに行くのがね、あれなんですよね。これなんだろう、指定色。水と闇と回復かな？じゃ、水と闇と火かな？水、闇、火だね、きっと。いや、いいですね。なんか、毒邪魔くせえなと思ったら、あれだ、私が、耐性ないばかりに、続けるぞ。そうだね。じゃ、もう出たらここで続けないよ。さあ、アテナの方、いけますか？これ、アテナが三色人なんだね、素のスキルが。昔はなんかヘイストで、あれ三色人だっけ？なんか木と光を4個ぐらいつくじゃなかったっけ？違ったっけな？お！無効貫通かな今日は。すげえ、ミスってないんだよね。精度が異常。これがね、なんか5回やって、3回成功とかならわかるんだけど、5回やって5回成功するんだよね。あー、この遅延。でもこれは、あれこれ遅延来なかったっけ？あれか。攻撃でしてくるパターンかな。やべ、通信切れそう。頼む。いいな、撃って。で、こんな感じかな。いや、結構ね、周回って割とめんどくさい方なんだけど、いや、今楽しいよね。なんかその、ガイアドラゴン出なくてちょっと文句言ってるけど、いや、みんなのパーティー、まあ、アテナスペシャルくんが結構入ってきてくれてんだけど、みんなのパーティー見れんの楽しいよね。しかもアテナスペシャルくんも毎回違ったパズル見せてくれて、すごい楽しいね。
さあ、頼むぜ、翔太。これ、翔太あれだな。あ、ハクあれか、無効貫通やってくれんのか。ありがたいね、ハク。で、軽減も貼ってくれて、やっぱこの入れるのね、指定色。あ、で、昨日リプでもらったのが、週のパーティー、ハクパーティーありなんじゃないですかって。もうフレンドに水着ハクを借りて、私はストーリーダンジョンハクにするんだよね。私ハク持ってるんだよね。ストーリーダンジョン？お前だから何回出んだよ、マジで。ストーリーダンジョン？クリア？した時に詩人ガチャみたいのがもらえたんだよね。で、その詩人ガチャで、多分動画に残ってると思うんだけど、ハクが出たんですよ。だから、ハクをストーリー進化で水着ハクを借りるみたいな、しかも 7×6 になるんじゃなかったっけな、水着ハクって。だから、そのね、リップもらった時に、いや、正直全然ありだなって思ったな、私。え、もしかこれ全消ししてる？毎回気づいてなかったけど。え、毎回これ全部消えてる？異常なうまさだよね。すごすぎ。ナイス。お、よー、セブンザード落ちてる。ヘラベオーク、これあっち持ってんだよね。ヘラベオーク進化後、なんでかっていうと、確か裏闘技場クリアした後の報酬かな。裏闘技場クリアするとあれなんだよね。いや、一面来た、一面アテナスペシャルと翔太と無課金の周年。裏闘技場クリアすると、ガチャがもらえるんだよね。ダンジョンで落ちる降臨ガチャみたいな。降臨ではないか。ダンジョンキャラガチャみたいな。で、それで確かゲットしたのかな。だから持ってんだよね。さあ、もう月のトークが持たなくなってきたね。そろそろガイギアドラゴン出るまで、カットでいいかな。はいよ。こんな、あれだね。指定色消すだけでいけるね。レイランがね、4コンボ加算なんだよね。なんでリダフレで4コンボ、4コンボ加算。8コンボ火災になるんですよ。なんで私は基本的に指定色だけ、もういいわ。もうお腹いっぱい君は。しかも落ちてた時何もリアクションできてなかったわ。落ちてたんだね。これあれじゃん、さっきの再現じゃん、完全に。頼むぜ、翔太。いや、せめてあの双子以外出てほしい。双子率異常、マジで。まあいいでしょう。もうみんな一面周回になってしまった。なかなかこの3人マルチで一面周回ってないんだけどね。さあ、みんな頑張ろうぜ。来たー、北島康介で散った。やったー。あ、今スキルで 7×6 使ってくれた方いたんだよね。だから 7×6 になってるね。さあ、どうしようかな。無効貫通打って、いやー、やっと終わったね。今の時代 7×6 にできるスキルあるからね。もうこんなんでいいか。さあ、まあ、ちょうどいい量だったんじゃない。長すぎず、まあ、ちょ長かったかもしれないけど、短すぎず。いや、面白かったね、マジで。みんなのパーティー見れて。危ねえ、今ドロップしないとこだった。で、セブンザードも落ちたから、いや、一面ありがとね。いや、一面とできてよかったな。あ、なんだ、あー、そうか、信長さんでしたっけ。これ武器な、あ、武器なんないか。もう常に武器を期待しちゃう私がいる。武器で強くなんないかなみたいな。ありがとうだぜ、みんな。で、これで、オーディンドラゴンを進化させて、みんなまず見て。このオーディン、進化させるとき、このでかい奇跡が必要でねーと思ったら、このスリーディアね、多分ドラゴンラッシュで落ちたんじゃないかな。え、だから、全部が無駄になってない。え、なんかもう、いいね。すごくいい。で、オーディンになって、で、奇跡と、あれ、こっちで合ってるよね？進化。ちょ、待って、進化形態が多すぎて、合ってるか合ってるか、よしよしよし。こっちにして、で、今、ガイアドラゴンゲットしたもんね。ガイアドラゴンゲットして、あと、セブンザードも進化させちゃおうか。さあ、みんな、進化素材ここまで揃ったね。あと、リンシアだけ。リンシアはね、降臨でしかゲットできなくて、いつ来るかわかんないんだけど、以前来た時、一体だけ余ってるリンシアがいるんだよね。なんで、それを進化させて、オーディンドラゴン進化できるね。で、リンシアの進化素材のいいところは、ダンジョンが常設であるの。だから、いつでも取りに行けちゃうんだよね。なんで、これは動画外で取りに行っちゃおう。
で、取りに行って、この携帯にして、で、私、奇跡ゲットしたんで、もう次回の動画から、この携帯になってると思う。まあ、今回はこれでいいかな。ガイアドラゴン集めたみたいな感じで。じゃあ明日もっかい気候上行こうかな。じゃあ明日の動画どうなるかわかんないけど、まあ、この完全体オーディンで、まあ、気候上ワンチャンだね。で、フレンドがね、どうしようかなと思って。アーニャとかでもいいのかな、フレンド。3色以上で激減なんだよね。全然悪くない。まあ、ちょっとフレンドどうするかは、まあ考えようか。終わります。バイバイ。